今日も大人気のお魚シリーズをやっていきたいと思います。今日のお魚は、何にしようかなっていうところなんですけど、夏の、海のパイナップルとも呼ばれる、ものです。これで何て読むんでしょうか。3、2、1、9、これでホヤと読みます。真に貝に、ちょっと小杖っていう時間字にも似てますけども、これでホヤと読みます。ホヤは、ちょっと海のパイナップルとか言われて、イボ状の突起があることからね言われてますけれども、ほろ苦さで爽やかなこの食感のあるこのホヤというのは、そういう古くからね親しまれてきます。土佐日記にも、登場してくるというような、噂もあります。果物の形のようにも見えます。これはね、あの外側の中にあるオレンジ色の筋膜、地球上でホヤの仲間は約3000種類が知られています。日本ではマボヤ、赤ボヤ、スボヤなどが食用とされて、最近でも、養殖も盛んに行われているということです。主な、産地は宮城、北海道、青森。これはですね、タウリン、グルタミン酸、グリシン、アミノ酸、うまみ成分を豊富に含んでます。コレステロールを抑制して、肝臓の働きを、活性にするタウリン、消化吸収や疲労回復に効くグルコーゲン、体の機能の維持や調節に欠かせないミネラルを豊富に含んでいます。素晴らしいですね。もうクルミン大好きな言葉たくさんありますね。はい、脂肪消化吸収とかね、あの肝臓にもいいよとか、嬉しいですよね。やっぱりあのこれを一緒に食べると、飲みすぎちゃってもこう辛くならなかったりとかしますよね。はい、あとですね、独特の香りはオクタノールを中心とした不飽和アルコールの匂いで、水揚げ後に、生成されるもの、苦手な人はなるべく新鮮なものを食べようということですね。はい、まあよくあのお刺身とかね、夏とかにも使うあのメニューであったりしますよね。クルミも食べたことありますけど、意外とあのやみつきになっちゃってますね。はい、皆さんも、夏バテ解消して、夏バテにねこういったものを食べたりとか、貝類いろいろ食べて元気になってくださいね。タウリンたくさん含まれていますよ。タウリン 1000mg 配合、リポビタン D なんて言いますけど、リポビタン D 飲まなくても大丈夫だと思います。はい、じゃあ皆さんも食べてみてください。今日はホヤでしたー。